2月15日に開かれた福島県県民健康調査検討委員会。2011年の原発事故当時、18歳以下だった子どもおよそ38万人のうち166人の子どもが甲状腺がん、またはその疑いがあると発表されました。すでに116人が手術を受けています。福島原発事故から5年、福島県内で小児甲状腺がんの子どもが増える中、検査の行われていない福島県の外でも不安が広がっています。子どもたちの命を守りたい、県境を越えてつながる母親たちの姿を追いました。東京のベッドタウン、千葉県松戸市に住む木本さゆりさん。小学校1年生と中学校2年生の2人の子供を育てています。何時だったかな、松戸市内のスピーカーホンで基準値を超える放射性要素が金町浄水場で検出されたので、念のため幼児の飲用は控えてくださいっていうのが一日中だったんですよね。その時からかな、幼児がいたうちには2歳の子供と当時は 4年生の男の子がいたんだけど、でいろんなお店に水を買い求めに行くと、もう並んでるのはお母さんたち、とにかく若いお母さんたちが必死、もう血眼になって水を求めていて、あ、これはやっぱり母親たちへの警報だと思って。これは国連科学委員会アンスケアが作成した事故初期の放射性要素の拡散シミュレーションです。松戸市は3月15日と21日の2日にわたり高い放射性プルームに覆われました。当時、原子力安全委員会は事故の緊急対応に当たっていた原子力安全保安員に対し、母乳の汚染を懸念して粉ミルクの備蓄状況を調べるよう助言を出していました。しかし保安員は何も対処しませんでした。牛乳にも、放射能汚染があるということが発表された。そんな中、市民団体が母乳検査を実施、茨城と千葉の母親5人のうち4人から放射性要素が検出されました。つくば市の A さん、B さんから、8.7 ベクレル、1キログラムあたりです。で、6.4 ベクレル、守谷市の方から 31.8 ベクレル、千葉県で柏市の方から 36.3 ベクレルという要素が検出されております。母乳検査を呼びかけた上層生協です。上層生協は茨城県取手市内の朝市から発展した地域密着型の生活協同組合です。配達エリアは茨城県南部から千葉県北部にまたがっています。赤ちゃんを育てているお母さんにお願いをして、母乳を採取してもらったのが20日からお願いをして、で24日3月の24日ぐらいに検査結果が出るっていう、もう飲ませちゃった後なんですよ。飲ませちゃった後で、まあ50とか60ベクレルの、要素が、赤ちゃん がそのおっぱいを飲む、このことの選択がお母さんにとって非常に選択っていうか、もう飲ませちゃってるわけですよね。でその事実を飲ませ、赤ちゃんにあなたは飲ませてます、これだけの放射能が入った母乳を飲ませてますっていうことを
伝えする時がね一番シビアだったですね。常総生協が食品の計測をスタートしたのは3月26日、生産者を回り野菜と畑の土を測り始めました。その後地域全体の空間線量を調査、さらに会員や地域の人に呼びかけて配達エリア全体の土壌の計測に取り組みました。計測データを見てこの地域から避難する人も相次ぎました。もしかしたらソ連と同じように日本もデータを隠すかもしれないと思いましてね、市民の手でちゃんと調べておく、初期の沈着料を調べておく必要があるだろうということで、呼びかけて、最終的にはこの約1000箇所、いやもう4万ベクレル以上ですからね、ほとんどが6割が4万ベクレル以上になると、通常ですと、ね、研究所にしろ大学にしろそこが立ち入り制限区域ですからね、これが普通に市民の生活の場がこういう状態になったっていうのはやっぱりショックでしたね。木本さんも土壌調査に参加した一人です。木本さんの自宅周辺は1平方メートルあたり8万6786ベクレルの汚染がありました。放射線管理区域の基準の2倍です。土壌調査の結果は地域の母親たちを動かす原動力になりました。やっぱり何かしなくちゃいけないっていうのはそう思って、ただ情報を持って勉強して自分のうちの子だけその食事とか外遊びとか気をつけてたらいいのかなってだんだん思って、じゃあそういうふうに土壌汚染調査をしたお母さんたちがこの茨城県千葉県にはたくさんいるってことも分かって、でそうじゃあこれでつながっていこうかって。ちょうどその頃環境省は年間1ミリシーベルトを超える100以上の自治体を汚染状況重点調査地域に指定、松戸市など関東のホットスポットもこの中に含まれました。最初茨城と千葉しかいなかったんだけど、これは汚染されたのは関東全域なんだから、これから他の県も入ってこれるように関東をつけようって言って、で関東をまず持ってくるところが決まって、放射能から子どもを守ろう関東ネットになりました。本案の賛否について、事故から1年3ヶ月が過ぎた2012年6月、国会で原発事故子ども被災者支援法が成立しました。まもなく投票終了いたします。この法律は一定の基準以上の放射線量が計測される地域の住民を支援する議員立法で、その13条には事故当時その地域に暮らしていた子どもに対して生涯にわたって健康診断を行うことなどが規定されています。全国から36,660、私揺れて交通です。ぜひよろしくお願いします。お願いします。よくわかっております。しっかりこれまた努力をさせていただきます。よろしくお願いします。関東ネットを結成した木本さんたちは国会に請願書名を提出する一方、政府とも交渉を重ね、関東のホットスポットも健康診断などの対象に含めるよう求めました。千葉、茨城、埼玉の汚染地域でも同様のものをやってしかるべきなんではないか。しかし1年半経ってようやく出された基本方針で示された支援対象地域は福島県内の33市町村のみ、基準となる放射線量などは一切示されませんでした。ぜひこれを読んでいただきたいと思います。木本さんたちをさらにがっかりさせたのは、2013年12月に環境省が開始した住民の健康管理についての検討を行う専門家の会議でした。この会議は子ども被災者支援法を根拠に設置され、福島県外における健康診断などを議論するはずでした。検診をやってもらいたいという
方たちがいるであればですね、そういう要求を組むべきだというふうに思います。甲状腺がん超音波を使ってですね、甲状腺がん検出する場合の利益というのは、残念ながら認められていないと、科学的根拠は全くないというのが現状だと思います。甲状腺がんが福島で増えているということは、ほとんどの方がそういうことを言ってない、まあ、非常にユニークなお話を伺ったんで、フィールドエピデモロジーという教科書に基づいて言ってもらいますので、先生の方がユニークですね。決して同心円状にだんだん遠くなるにしたがって線が低くなっているわけではなくてですね、風向きもありますし、遠くに行けば行くほど低くなる、まあ、これは普通の人間の考える常識なので、そのね、うるさいから黙れよ、話してる時に後ろからうるさいって言うなって言ってる。だから発言させろよ、ちゃんとちゃんと言ってればいいじゃないか、僕に言う意見は。住民の声、住民の声言ってないからいけないんだよ。何言ってんだよ。傍聴者を排除した中で開催された最後の会議。福島原発事故はチェルノブイリ原発事故よりも被爆線量が小さいため健康被害は起きないとの報告書をまとめ、福島県外では検診しないことを決めました。葛飾区のママたちの団体が、この間崎山先生の声が、この日上層生協ではある会議が開かれていました。関東子ども健康調査支援基金の代表者会議です。基金は甲状腺エコー検査を実施しようと2013年9月に発足しました。木本さんも5人の共同代表の一人です。人任せっていうことはできないんだっていうことは、この原発事故の後の政府の対応を見てて思ったんですよね。急がなきゃいけない、もう自分たちでやらなくちゃいけないって思ったんですよね。で、そう思った時に自分一人では無理なんだけれども、ちょっと貸して、面白かったから、みんなでだったらみんなの子供が守れるんじゃないかっていう力を合わせれば、っていうのはその関東ネットの活動の中で、協力し合ったら力が大きくなるっていうのはなんとなく思ってたので、エコー検査機はここにあります。基金で購入したエコー検査機です。高額な購入資金は市民の募金で賄いました。現在検査を実施しているのは栃木、茨城、神奈川、千葉の20会場、年間27回を数えます。2年間に延べ4000人が受診しました。危険症なのです。で、木本さんは去年から基金の事務局スタッフとして各地の検診を支えています。もともとすごいパソコンが苦手で、もう大変でこれが関東ネット入ったあたりからもう不便でパソコン教室に通うようになって、今も通ってる。本当ですよ。もう全然分かんなかったから、コピペってコピーペーパーですかっていうところから始まっていて。事故前の木本さんです。結婚後本格的なパン作りを学んだ木本さん、毎朝のように自宅でパンを焼き、自然豊かな環境の中で2人の子供を育て、充実した日々を送っていました。あ、すごいいいとこだったんですよね。自分がその都会育ちだったので、全然そのセミの鳴き声もあんまりよく知らないっていう子供だったので、息子と一緒に、あ、
セミってこんなに種類があるんだとか、トンボもこんなにいるんだとか、そういうのを捕まえたこともないのに子供と一緒に捕まえて、うん、そういうことがですね、そこかしこでできる土地だったんですよね。草の匂いだったりとか、土の感触だったりとか、水のこうなんていうのかな、音だったりとか、落ち葉の中に寝っ転がるとか、そういうこともできなくなって、娘が過ごすべき自然との中の時間をすっかり奪われてしまったなっていうのはありますね。今もそれはすごくありますね。これは忘れた人なんですけど、忘れた、これが必殺バーコードリーダーエコー検査を受ける方 ID 番号を前は手で入力してたんですけど、最初の頃は。そうするとやっぱり番号が一文字違ったら違う人になっちゃうので、とにかく時間を、待ち時間を短くすることでたくさんの方、人数が見られるねっていうことから、バーコードだったら一瞬で読み取れるっていうことを事務局が開発しました。関東子ども健康調査支援基金の特徴は、検査を実施する地域ごとに運営団体があり、検査の実施そのものは地域の人が担うという方法を取っていることです。基金の事務局は全体のシステム作りやデータベースの管理、医師との調整などを担っています。チェルノブイリでは、甲状腺がん以外にも様々な疾病が増えているとの報告があるため、いずれは他の検診項目も統合したいと考えています。一緒にその地域の子たち守ってるっていう、なんかやっぱり一体感っていうか、そういうのはすごくありますね、うん、やっぱりその地域のことっていうのはその地域の運営団体のことじゃないとわからないので、じゃあこの場所でやるんだったら幼稚園の近隣 の幼稚園に声がかけられるねとか、学童に持っていけるねとか、自分が子どもさんを通わせている小学校や幼稚園のつながりとかっていうのがやっぱり見えて、みんなで受けてもらえるっていうのが、やっぱりその地元に運営団体があるっていうのが、ことの意義というか、うん、週末、茨城県取手市で基金の甲状腺検査が行われました。よろしくお願いします。この日、検査を担当したのは広島やチェルノブイリでも甲状腺検査を実践してきた野曽義弘先生です。検査を担う医師が不足している中、月に1回はるばる島根から関東まで足を伸ばし子どもたちを見てくれる野曽先生は、基金にとって心強い存在です。安心してください。よかったね、おしまい。ありがとうございます。チェルノブイリとかセンパラチンスク、海外の核の被爆の皆さんにボランティアとして献身してました。で、海外にも行ってるのに我が国の人を見捨てるわけにはいかないじゃないですか。行政が動く前に、行政を動かすんじゃなくて、それまでに時間がかかるわけで、じゃその前に、時間がどんどん進んでますから、皆さんの協力があればいつでも飛んでいって一緒に協力しますということです。並んでいる2つの画面、基金の検診では甲状腺の変化を毎年比較できるように過去の超音波画像を呼び出してモニターに映し出し、前回と今回の画像にどのような違いがあるかを保護者に見せながら医師が説明する方法をとっています。前回なくて今回出てきたから心配でしょうけど、これはですね、どんどん成長している証だと思ってください。健康被害と考えるのは考えすぎですね。はい、そうですよね。今後見ていくのが一つのあるかもしれません。一言、1年前とどう変化があるのかっていうところがやっぱ気になりますよね。
増えちゃってるだとか大きくなってるのかなとかまた新たに結節ができちゃってるのかとかっていうのを今日は知りたくて、とりあえず結果は良かったので、まあ、でもとりあえず今は安心できてもまたこれから不安なので続けたいと思います。これからも5年6年10年と継続的な検診はどうしても必要ですね。そうして初めて、今回の影響あるかないか放出の影響あるかないかというのを実証するのが大事だと思いますね。毎年緻密に私なりまた行政なり関係者の先生方が子どもさんたちを見てあげて、それで、追跡調査するのがとても大事なことだと思いますね。これは現在福島県外で甲状腺検査を実施している自治体です。木本さんたちは基金の検診と並行して一人でも多くの子どもが受診できるよう地元自治体が独自の検診を実施するよう働きかけを続けています。関東ネットのメンバーはそれぞれの自治体の事情に合わせ時に協力しながら戦略的にロビーイングも行っています。そんな中メンバーから大きなニュースが入ってきました。茨城県と千葉県の県境に位置する我孫子市が甲状腺エコー検査に加え血液検査も実施することを決めたというのです。直前まで検診に否定的だった市長を動かしたのは地元の母親たちでした。松戸も柏も、他のところでも何か所か助成されているのに我孫子はいち早く指針触診が実施されたから費用助成をしないっていうふうにずっと持っていかれてたからどうしたらいいんだってで思って、で陳情も全会一致で採択されたのにやるつもりはありませんって言われた時にじゃあどうすればいいんだよって本当に思って、佐藤さんたちは2度にわたって市長との懇談会に参加し陳情書を提出、さらにこれまでやり取りのなかった与党議員と面会し自分たちの思いを伝えました。その直後の市議会で市長は検査の実施を明言したのです。来年度予算に、エコー検査、そして今、血液検査も含めて今医師会ともちょっと協議を始めていまして、本会議じゃない委員会かな、行ったら市長がそれを言ったのでおっと思って市長にありがとうございましたってお礼をきちっと言って、もうそれも顔合わせて言いたいわと思って、でも出待ちですよここで議員さんをやってる方はここのことは大事に考えなきゃいけない立場の人なので話せば分かるっていうことは絶対に多分あるんだなっていうのは今回すごく改めて感じたので、本当にそんな大きなことっていうのはできないけど、とにかく地味に何でも地道に一歩一歩っていうのが本当に我孫子のスタンスで、なんか、もうそれが本当にいいところだなって思いますよね。1月末東京と千葉の県境にある千葉県船橋市で甲状腺検査が行われました。主催したのは甲状腺検査千葉の会です。今汚染状況重点調査地域に入っていない地域でも検診を求める声が広がっています。基金で経験を積んでいる木本さんも応援に駆けつけました。結節はありませんでした。はい、で私がこれをやらなくちゃって思った一番最初の3日ぐらいなんか本当に 寝られないで考えた時に、なんかちょっと大げさなんですけど子供の幸せ、自分の幸せっていうかその人間の幸せって何なのかなっていうのをすごく考えたんです。人は絶対人の中で生かされると思っていて、人との関わりがなかったら人に認めてもらうこともできないし笑い合うこともできないし、だから自分が幸せになるためには、自分の子が幸せになるためには絶対に仲間が必要、じゃあ仲間がみんなが幸せじゃなかったら逆に自分の子供の幸せも自分の幸せもないなっていうのが結論としてあったんですよね。
だから自分だけとか自分の子だけっていうのはその時になんか考えからなくなって、でみんなが元気でいられる方法をみんなで考え合ったら、自分一人で考えるよりもずっといい考えが、いい知恵が生まれるかなっていうことで、だから多分、仲間を増やす、仲間になっていくっていう、人と人をこうつながっていくっていうことをすごく最初にやろうって決めたんだと思うんです。今振り返るとね。放射性物質が県境を越えてきたんだから、人間だって県境を越えてつながっていかなくちゃって、2020年にオリンピックが開催される首都東京です。東京電力福島第一原子力発電所から190キロ離れたこの場所も放射能で汚染されました。アメリカ国防省が推計したデータによると、東京の大人の甲状腺透過線量は 5.2 ミリ。1歳の子供は14ミリです。ウクライナの研究によると、甲状腺の被曝線量が10ミリ以下であっても、甲状腺がんにかかっている子供は少なくありません。原発事故から5年、今も一人一人の被曝線量は分かっていません。